皆さんこんにちは。日本女子選手で谷亮子さんのオリンピック5個のメダル獲得記録を更新し、オリンピック通算7個のメダルを獲得した高木美帆選手、2024年3月9日のスピードスケートの世界選手権ではスプリント部門で総合優勝を果たしました。今回はそんな高木美帆さんの彼氏や年収、キス画像について紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。高木美帆さんのプロフィールはこちらです。名前高木美帆、生年月日1994年5月22日、出身北海道中川郡幕別町、身長164センチメートル、体重58キログラム、大学日本体育大学体育学部、所属日本体育大学広報課職員、2023年4月退職、所属東京インカライミ。1994年5月22日生まれ、北海道中川郡幕別町出身の高木美帆さん。実家の家族構成はお父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん。高木美帆さんの5人家族です。お父さんは農機メーカーの東洋農機に勤めているんだとか。お母さんも一般の方のようです。ウィンタースポーツの選手は、ご両親もそのスポーツをやられていて、その影響で始める方も多いですが、高木美帆さんのご両親は特にスケートをやっていたわけではなさそうですね。またお兄さんも一般人で、現在は社会人として働かれているようです。お兄さんも小さい頃はスピードスケートをされていたようですが、妹2人のような目覚ましい活躍はなかったそうです。お姉さんは同じくスピードスケート選手として活躍されている高木菜那さんで、ソチ、ピョンチャン、北京の3大会連続オリンピック出場を果たしています。お兄さんやお姉さんの影響で5歳からスケートを始めた高木美帆さん。またスケートだけではなく、7歳からはサッカーも始め、掛け持ちされていたそうです。小学校時代から運動神経が抜群で、小学校6年生の時には陸上競技大会の女子 800m 走で優勝。なんとこの時に北海道の十勝地区の小学生新記録を叩き出したそうです。その後幕別町立薩内中学校に進学しており、中学生になると帯広フットボールクラブでプレーし、男子に混じってレギュラーを獲得しています。このことからも高木美帆さんが持っている身体能力の高さがうかがえますよね。そしてスピードスケートの方でも実力は開花し、中学3年生にして 1000m、1500m、チームパシュート、団体追い抜きでオリンピック代表選手に選出されています。中学生でのオリンピック代表はそれまでの17歳という記録を下回り、日本スピードスケート史上最年少でした。中学3年生でオリンピックに出場された実績が評価された高木美帆さんは、高校へは推薦での入学予定でした。しかし入学試験となる面接の日がオリンピックの開幕日と重なってしまいます。そのため入学試験の前倒しするという特別な対応が取られ、なんとか高校に合格することができたそうです。高校時代にはワールドカップソルトレークシティ大会の 1000m で世界ジュニア新記録を樹立、そして世界ジュニア選手権では総合優勝を果たすなど輝かしい成績を収めています。高校卒業後、日本体育大学体育学部体育学科にスポーツ推薦で進学した高木美帆さん、大学に進学した年にはソチオリンピックの代表選考でまさかの落選。しかし悔しい経験をバネにして 500m から 5000m までこなすオールラウンダーとして成長します。そして大学を卒業した翌年に開催されたピョンチャンオリンピックでは4種目に出場。女子団体パシュートで金メダル、 1500m で銀メダル、 1000m で銅メダルを獲得しています。そして2022年北京オリンピック五輪新記録で自身初のオリンピックスピードスケート個人種目の金メダルを獲得しています。一級入魂が座右の銘で、中学生の頃からスピードスケートでずっと走り続けている高木美帆さん。そんな高木美帆さんの年収はいくらなのでしょうか。高木美帆さんは大学卒業後は日本体育大学で氷上スポーツ研究室助手をされていました。大学助手の基本給平均は450万円くらいというのが相場なんだそうです。新卒のお給料と考えると高めの収入かもしれませんね。そして2020年4月より同大学の広報課職員正規。その後2023年4月17日付で日体大から退職。国公立私立そして各大学で年収の差はあるようですが、平均約600万円から700万円くらいのお給料をもらっているみたいです。20代のお給料として考えると待遇は良い方ですよね。さらに
収入はお給料だけではなく、大会で上位に入れば賞金がもらえるそうで、その額はなんと2000万前後の大金だそうです。さらに高木美帆選手はピョンチャン冬季オリンピックでメダルを獲得した後、明治プロビオヨーグルト R1 の CM に出演しています。 CM のギャラがいくらなのか正確な金額は分かりませんが、ピョンチャン冬季オリンピックで銅メダルを獲得した高梨沙羅選手の当時の CM 単価は1本1000万円くらいと言われています。共演者が同じオリンピックのメダリストの吉田沙保里さんと高橋尚子さんの超豪華な3人です。全額個人に入っているか不明ですが、 CM が放送されていた当時はCM のギャラで1000万くらいはもらっていたと思われます。高木美帆さんはスケート選手としてはもちろん超一流ですが、可愛いということでも話題になってますよね。競技中はほとんどすっぴんだという高木美帆選手、競技が終わって見せる笑顔は可愛らしさにあふれてます。練習や競技中にすっぴんなのは汗をかいてしまうためお化粧が乱れてしまうのだとか、何もしない方が乱れがないからギャップも少ないという思いからスケート中はすっぴんなんだそうです。もともとはっきりしたお顔立ちでパーツも綺麗なので、高木美帆選手はすっぴんでも可愛いらしいです。また2018年のピョンシャンオリンピック後から化粧をされてメディアに出ることが多くなったという高木美帆選手、そんな高木美帆選手の化粧顔が可愛いと話題になっていました。メダリストとしてプロのヘアメイクさんに化粧をしてもらった高木美帆選手はとても可愛く、笑顔も可愛い高木美帆選手がバッチリ化粧をされた姿を見て女優さんみたいとも言われていたそうです。ちなみに高木美帆選手ご自身も練習や本番以外のプライベートな時間には必要最低限のお化粧をされるそうです。そんな高木美帆さんに結婚相手や旦那はいるのでしょうか。調べてみると結婚相手や旦那はいないようです。また彼氏がいたという情報や熱愛報道もなく、現在までスピードスケートに打ち込んでこられてきたようです。そんな高木美帆選手ですが、過去にはメジャーリーガーの大谷翔平選手が彼氏であると噂になっていたことがあったようです。それは2018年のピョンシャンオリンピック開催前に大谷翔平選手がこの大会で注目の選手はというインタビューに、同級生の高木美帆選手は北海道出身、応援しています、素晴らしい選手のプレーを見るのは楽しいと答えています。この回答を聞いた視聴者から、もしかしたら高木美帆選手に特別な思い入れがあるのでは、高木美帆選手と大谷翔平選手は特別な関係といったように、高木美帆選手と大谷翔平選手が交際していると勘違いして噂になってしまったようです。しかし高木美帆さん自身は彼氏が欲しいと思っており、結婚願望もあるようで、そんな高木美帆選手の好きなタイプは薄い感じの顔なんだそうです。また昔から男の子と遊ぶことが多かったようで、女の子同士だと変に気を使うのが嫌だったみたいで、男とつるむことの方が多かったですねと語っています。また高校の同級生とお泊まりをしたとも話題になっており、美帆の実家の車庫でバーベキューをしてそのままお泊まり、遅くまで話していましたね。お姉さんの奈々ちゃんも先輩でしたが、そんなのは抜きにして接してくれましたと男子同級生は語っており、彼氏だったのかとも思われていましたが、実際はただのスケート仲間で友達のようでした。女として意識したことはないし、恋愛とかそういう話も全くしたことがないとも言われていました。高木美帆さんは男っぽくかっこいい性格のようで、女性を感じさせないのかもしれません。そしてもう一つ、高木美帆選手のキス画像が可愛いと話題になっています。それは2018年の NHK ニュースウォッチ9で放送された高木美帆選手の密着ドキュメンタリーの時の画像でした。話題になっていたのはピョンシャンオリンピックの舞台裏についての映像で、外国人男性と高木美帆選手のチークキスの画像です。このキス画像の高木美帆選手が可愛すぎると話題になっていたようです。いかがでしたか。今回は高木美帆選手について紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。